Ladies and gentlemen!舞台は医療技術が発達した架空の19世紀、ロンドン。探偵と殺人鬼の物語が幕を開ける。はあ、光が強いほど影は濃いのさ。夜道には十分気をつけな。ストーリーの各所では選択肢が出現。辿った選択により結末が大きく変化する。ナイフは凶器か護身用か、時と場合によって正解ってのは変わるもんだ。探偵ルート、お前の力は借りない。僕は探偵としてこの事件を解決する。へえ、お手並み拝見といこうか。探偵、殺人鬼ルート。やめろ、殺せば全てが解決するわけじゃない。なっちゃいないぜ、悪党に対するやり方ってのがよ。本作はシナリオツリーを搭載。いつでも選択肢を選び直すことができる。選択肢やルートを間違えちまっても安心ってわけだ。いいね、寄り道道草してこそ人生楽しくなるってもんだぜ。本編のほかサブストーリーを多数収録。キャラクターの日常の姿や過去編などが閲覧できる。お前さんもマメだな。犯人は必ず取り押さえる。いいぞ若造、その勢いよし。だがな、お前目障りなんだ。あれ、ここはボーナスシアターへようこそ、アーサー・ヒューイット。ここは選択肢を間違えてデッドエンドにたどり着いたお前に、俺様たちがありがたいアドバイスを与えるコーナーだ。心して聞け。くっ、僕は諦めない。絶対に犯人を捕まえてみせる。フロームヘル、地獄の底から這い上がってせいぜい頑張るこったな。あいつは僕の手で裁く。言うようになったじゃねえか。殺すしかないんだ。どうして殺して止めるしかないんだ。信じますよ。来ないで。信じてる探偵、残念だ。行こうか相棒。殺人探偵ジャック・ザ・リッパー。2019年4月25日発売。